創生川2。北47条に敵田を望む。バラ島大橋の南石狩市浜マスクの海岸沿い国道231号は、北海道札幌市北区からルモイ市に至る一般国道である。陸の古島や西の知床と,とも称されたお冬岬を通過する。石狩市からルモイ市までの区間は、日本海オロロンラインの一部を構成し、 燃える天北オロロンルートの一部として、シーニックバイウェイ指定ルートとなっており、多くの区間で日本海を眺望できる。また、国道232号と合わせて、札幌、稚内間の最短経路として機能しており、国道12号、国道40号による旭川経由より約 60km 短い、一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り。石狩市の厚沢安世から、ハモマスクを冬にかけての区間は落石、崩落、雪崩による複数の通行規制区間を抱えており、崩落事故が発生しているほか、要対策箇所は76箇所に上る。これを解消するため1994年により、お冬防災として5本の新トンネルクス宅や乗り面の改良などを延長 11.6km にわたって、 事業実施している。2014年3月4日に延長2995メートルの新総毛トンネルが共用開始され、2016年1月19日には既存のガ田トンネルとお冬岬トンネルをつないだ総延長4216メートルの浜松トンネルが共用開始された。トンネル橋梁石狩振興局ルモイ振興局。ありがとうございます。